い、どうもタカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気してましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュックなどクラウドファンディングを中心にご紹介させていただいているチャンネルです。日用品も、結構ご紹介させていただいているので、まあ、ガジェット好きな人はですね、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、今回ですけども、充電で自動バックアップができる容量不足を解決する充電スピードも問題なし、複数充電の不満が一気にスッキリするこちらのですね、メムッチャープロというですね、いわゆるバックアップができる充電器をですね、ご紹介したいと思います。はい、皆さんですね、二度と、取り戻せない大切な写真や、あとは仕事で使う重要な連絡先リストを急に携帯から取り出せなくなってしまった経験ございませんでしょうか。僕もですね、過去に一回だけございます。っていうのが、まあ、水没しちゃってですね、携帯が開かなくなって、まあ、中にあった写真とかデータとか、まあ、最終的にはですね、お金を払ってちょっと取り出すことができたんですけども、まあ、いつ皆さんね、悲劇が起こるかなんてわかんないじゃないですか。なので、本当は日常的にバックアップを取らなきゃいけないっていうのがわかるんだけど、ついついね、やっぱバックアップってめんどくさいから取らないっていう風な形で、そういう事故にあった経験があります。あなただったらどう取り戻しますか。はい、今回はですね、皆さんが日常的に起こるかもしれない、明日あなたが被害者になるかもしれない、そういった事故未然にですね、軽く事故に変えるためのですね、お得なデバイスを紹介させていただきます。ね、バックアップが大切なことって皆さん分かってると思うんですよ。僕の動画でも過去ね、一番最初の方にこういう動画出したんですけど、まあバックアップって結構ね、取り方分かんなかったりとか、あと意外とね、取ろうと思ったらめんどくさかったり、あとは iPhone で言うと iCloud っていう、まあいわゆるですね、クラウド系のバックアップ方法っていうのがあるんですけど、あれはね、毎月お金を払わなきゃできないんですよね。なので、毎月払うのもなぁ、バックアップごときにっていう風に思われてる方も結構いらっしゃると思います。ただ、今回の商品に関しましては、まあ、月々の商品にかかる月額料金とかもかかんないですし、一回この商品を買ってしまえば、もうあとはですね、自然とアプリを入れていただいて、日頃のね、充電と同じ感覚で、バックアップを簡単に取り続けることができる製品になっているので、ぜひ皆さんですね、今まで持っていたそういった悩みとかが全て解決すると思うので、気軽に僕と一緒にバックアップが取れる環境を構築するために、こちら支援の検討をよろしくお願いいたします。これ実はですね、今回2回目の幕開けの出展になっておりまして、1作目に関しましてはこれになってるんですよね。で、こちらに関しましてもかなり、人気が多くてですね、598人の方から、サポートを受けました。で、やっぱり日本人ってこういう風に手軽にバックアップとか充電とかができるっていうのは結構ニーズが高いのかなってやっぱ思います。で、まあ、今回の最新作のこのメムキャッチャープロってやつですね、これに関しましても効率のいい半導体である、最近ね結構充電器の中だったら、まあ、こうブームになってるのかな、シッカガリウムっていうですね、いわゆるガンっていう、まあ、素材が使われていまして、それを採用することによってですね、大幅に、充電速度アップしたりとか発熱性を抑えるような作用を持っている、結構安全性も高いです充電器になっております。はい、で、まあ、一応この、商品なんですけど、まあ、後ほど詳しくはご説明させていただくんですが、かなりバックアップにおいても信頼性が高い製品です。なので気軽にですね、僕のレビュー聞いていただいて、いいなって思ったら支援してくれればなと思います。はい、で、こちら価格なんですけど、1個ですね1万800円から販売しております。はい、で、特徴としては保存しておけばよかった後悔の前にっていうところで、毎日の充電で大事な思い出も、楽に自動バックアップが取れるというところ、さらには有名な家電量販店でこれ取り扱いもしている製品になっているので、まあ結構ですね、この信頼性は厚いっていうところですね。で、ガン採用の第2世代端末にもなっているので、そこら辺のところもちょっと考慮して見ていただければなと思います。で、最後が朝の電池ヤバっていうところにも効くっていうところで、これバックアップとしても優秀なんです。新規としても結構優秀な部類に入りますので、最近自分の持ってる充電器が充電スピード遅えなとか、そういう風に感じられている方もですね、ぜひ、検討してください。はい、それじゃあ早速ですね、こちらの商品、じっくりと見ていってですね、機能仕様とかも、じっくり、僕の方から解説したいと思います。行きましょう、レッツゴー。
はい、皆さんお待たせいたしました。今回ご紹介するのがこちらの、メムキャッチャーというやつです。これ2種類ございまして、 USB-C が3本ついているやつと USB-C と、タイプ A がついている、この2種類のパターンがございます。どちらもですね、同じ値段で、一般販売価格は 14,960 円なんですけど、 18,000 円で今回は販売するという感じです。はい、で一応ですね、こちらこのように下見てもらって分かるように、様々な、適合試験にも合格しておりますし、 PSE とかの技適にも取っている製品ですので、安心して使っていただくことは可能かなと思います。はい、でちょっと開けてみましょう。製品としてはこんな感じになっておりまして、両方ともですね、充電器としては小さいかなと思います。形状としては四角い感じで、表面はツルツルとした iPhone とか Apple とかのね、充電器に近いかなと思います。はい、でサイズ感なんですけど、こちらこの縦が 60mm の、幅 31mm の、奥行き、61mm とですね、まあほぼほぼ正方形の薄っぺらい形になっているんですよね。で、これは大体ですね、消しゴムとかとサイズ感は一緒なので、かなりこう持ち歩きもしやすいと思います。ガジェットポーチとかに1個2個入れておいても特に邪魔にはならないサイズ感ですね。はい、でこちら、製造国としては台湾になっております。先ほども申したようにこれ2種類ございまして、こちが、2C1A というですね、メムキャッチャープロになっております。でこっちが 3C というメムキャッチャープロです。はい、で一応入力に関してはどちらも 100V AC100V から 240V で 50-60Hz の 1.7A 対応しているって感じです。で USB-C2 に関しましては PD3.0 QC4.0、が対応しておりまして、 65W MAX なので MacBook とかそういったものもですね、充電していただくことは可能です。はい、で一番上のここの部分なんですけど、ちょっと近づいてみようかな。はい、こういう感じですね、 PC のマークがついているんですよね。なのでここは PC 用だなとかいうのが分かりやすい仕様設計になっています。で USB-C1 に関しては PD3.0 の 30W MAX で、 USB-C0 に関しましては PD3.0 の 30W MAX、 もしくはこちらの A タイプに関しては C3.0 の 30W MAX っていう形です。はい、でまあ接続するケーブル数や出力に応じてですね、自動的に最適な充電が行われる形になっているこの充電器はですね、まあ結構同時充電とかにも適しているかなと思います。はい、じゃあ、ここからですね、この商品、じゃあ何がすごいの、どういった風に使うのっていうところを皆さんと一緒にですね、見ていきたいと思いますので、早速行きましょう。機能使用ここがすごい。はい、機能使用ここがすごいコーナーに入りました。こちらですね、すごいポイントとしては、大きなポイントとしては2つございます。まず1つ目がクラウドおよび PC 不要で、いつも通りの充電でバックアップが取れるっていうところです。はい、これは充電するだけで自動バックアップが取れる商品になっておりまして、iPhone と iPad に、対応しています。なので Android にはちょっとまだ対応していないので、そこだけねご理解ください。で iPhone の場合2台、 iPad の場合2台でも同時にバックアップが可能で、一応ですね、ここに SD カードを入れるところがあるので、皆さんがお持ちの SD カードとかを入れていただければですね、あとは充電する感覚でバックアップが取れるっていう簡単な代物になっております。一応ね、これ充電に関しては Android もできる形になっていて、 Android スマホタブレットはバックアップの対象外だけど、 PD3.0、QC3.0、QC4.0 プラスには対応しているので、高速充電とかは、一応使えます。なので Android も主ユーザーの方はですね、これを単純にですね、高速、充電器としてご検討いただければなと思います。はい、一応バックアップを取るには専用アプリっていうのが必要で、専用アプリに関しましてはこちらですね、このアプリになっております。僕の携帯の場合だと、このね、ゴールドになっているアプリがあるんですけど、それをですね取っていただいて、で、初期設定とかを済ますとですね、基本的に充電のようにつなぐだけで自動暗号化バックアップがこの充電器を通してですねできるという感じです。はい、一応ですね、ここから、iPhone、iPad でのこのメムキャッチャーをインストールする、方法と、まああとですね、実際の使い方についてですねご説明しましょう。まずはこちらのですね、メムキャッチャーっていう、アプリを、取ってください。で、取っていただいてですね、専用のアプリの、初期設定だけを済ませていただくと、右のような画面になります。で、右のような画面に移り変わったら、今回はねこっち側のタイプ C だけが載ってある方でちょっと試すんですけど、こういうね SD カード、マイクロ SD ですね、これをここに
こういう風にカチッと入れてあげてください。で、あとはこれをコンセントに挿すだけで、もうあとはですね、何もする必要性はない感じです。はい、この際は、ご自身に合った容量のマイクロ SD カードをメムキャッチャー本体に、投入してですね、電源コンセントに挿す必要性がございます。バックアップしたいカメラロールのだいたい2倍から3倍の容量を、目安にですね SD カードは選んでいただきたいので、僕の場合だと結構写真が多いので128でちょっとギリ足りるか足りないかぐらいだと思うんですけど、まあ皆さんはですね、どれぐらい、まあそのカメラの写真に対してですね、使っているのかっていうところをちょっと見ていただいてですね、自分に合った、SD カードプランを選んでいただければなと思います。で、あとはアプリの指示に従って充電のたびに自動バックアップを取っていくという感じです。今このようにメムキャッチャープロをコンセントにつないで、iPhone をつなぎました。で、つないだらですね、これアプリを開いていただいて本体と接続っていう形でまずは初期設定を終わらせてください。で、接続したらこのような形でメムキャッチャーが起動します。で、今 99% 充電中になっていて、この下バックアップとかファイル閲覧とか復元とか暗号化と復元、セキュアバックアップっていうのができます。これ複合化と復元ってやつを押すと暗号化したやつを、復元することができて、セキュアバックアップってやつを押すとここで暗号化される形でバックアップがどんどん取られるって感じです。結構ね、まあ最初の初期バックアップは全部取らなきゃいけないので時間がかかりますが、まあそうじゃない場合、随時バックアップする場合はそこまでかかんないかなと思います。で、実際は線つないでアプリ起動した瞬間にこれバックアップが起動するので、バックアップの取り忘れっていうのが起きにくいかなと思います。で、このような形でですね、一応、セキュアバックアップを取ると暗号化されたファイルが今 SD カードの中に入っている情報がこういう感じで見れる形になりますので、まあバックアップの取り忘れっていうのが基本的になくなるっていうところでは結構いいかなと。はい。で、一応カメラロールと、あとはですね、連絡先が、バックアップ可能になっているので、ちょっとアプリの内容とか、ゲームアプリのアカウントまではちょっとバックアップ取れないんですけども、基本的に必要な情報、なくなったらやばいような音楽とかビデオとか写真とかドキュメント、そういったものはバックアップ取れるので、まあ結構、使いやすいかなと思いますね。はい。で、一応バックアップに使用していただくための、ケーブルとかに関しましては、Apple 公式認証の MFI 認証を取ったケーブルを、使用していただく必要性がございます。どういうケーブルっていうと、ちょっとね、皆さんにお見せするとこういうねケーブルになります。一応 MFI 認証してるものに関してはこういう風な、まあいわゆる iPhone、iPad、iPod とかいう風にですね、こういうマークがついているんですよね。なのでこのマークがついているものを必ずご使用ください。そうじゃない場合はですね、正しく動かなかったり故障の原因につながる場合もありますので、そこはねご理解願います。はい。で、あとなんですけど、こちらデータの暗号化復元もアプリで簡単にできる形になっているので PC とかが必要ございません。通常のバックアップっていうのは、まあ、いわゆる暗号化したやつは、PC 上で暗号を解読して、復元をするっていう形になるんですけど、今回のこれに関してはですね、データの暗号化及び復元も、アプリで一括してですね、できる形になっていますので、バックアップデータは国防レベルの AES256 ビットで安心安全ですし、携帯で全て終わるっていうところでは、かなりですね、ここら辺のところは使いやすいじゃないでしょうか。次のこのメムキャッチャーをおすすめしたいポイントとしては、一度に3台まで、同時充電ができて高速充電ができるっていうところがいいポイントです。はい。こちらですね、新しい素材である窒化ガリウムっていうのを採用しておりまして、充電の3ポート同時充電に対応しております。はい。 iPhone、iPad、MacBook とかも、同時充電できるし、なおかつですね、最近だと Apple Watch とかも Type-C の、確か充電に変わったと思うんで、写真のようにですね、今まで、たくさんついていたものがこのような形でですね、一つのこの充電タップで終わるので、かなりこうコンセントを占有するスペースっていうのも、少なくなるので結構いいかなと思います。はい。で、実際ですね、僕自身これ使ってみた感じで言うと、30分で 50% ぐらいまで行ったので、朝に充電ねえやって思っ
った時とかにトイレとか歯磨いたりとか髪セットしたりとかしてる間で、まあ、50% ぐらいまで回復するので、ちょっと安心したりとかもできるので結構いいんじゃないかなって感じがしました。はい。で、一応、それぞれの電力の、まあ、住み分けで言うと、まあ、簡単に言うと65-30-30なので、まあ、65を使ってあげると、まあ、MacBook でも、まあ、充電はできるかなと思います。はい。で、一応ね、皆さんここまで聞いて、でもさ、 SD 使ってさ、しかもさ、これ1万円台でしょ、お財布に優しいのって思った方いらっしゃると思うんですよね。安心してください。そこに関してもこのメムキャッチャープロの方が圧倒的にお財布に優しいです。例えば 200GB だと毎月400円かかるんですよ。で、このメムキャッチャーを使用していただくことでですね、iCloud 代としてまあ、4年間で 19,200円、1年間で 4,800円浮くので、結構そこら辺のところはいいと思いますね。うん。ただしですよ、1個だけ落とし穴があるのは、僕みたいに容量がでかい人に関してはちょっとご注意ください。メモリーカードがやっぱり容量を増やさなきゃいけないので、メモリーカード代がちょっと高くなってしまうので、まあこれはあくまでもこのメムキャッチャー本体だけで換算した場合でちょっと考えていただければなと思います。で、一応このメムキャッチャープロはバックアップだけじゃなくて最新の高速充電の環境も一気に手に入れられるっていうところを考えると、容量がですね、ミドルスペックぐらいの方だったら非常にコスパが高い充電器になっているかなと思います。それじゃあ最後まとめの方に行きたいと思います。まとめていきましょう。皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、こちらのメムキャッチャープロをご紹介させていただきました。非常にですねコンパクトで使いやすいかなと思います。過去にですねこういった窒化ガリウムを採用したものは結構レビューさせていただいてるんですが、本当窒化ガリウム系の充電器って充電速度が速い、かつこのコンパクトさっていうところがすごいんですよね。もうだってこれ手のひらサイズですよ。本当ポーチとかに入れやすいんですよね。 iPhone とかと同時で持っていただいてもですね、こういう感じでですね本当邪魔にならないサイズ感なんですよ。なのでアップルの純正系の方が確かに、まあ、こう電力効率だったりとか充電スピードっていうのは少し早いかなとは思います。あとはマックスモードが使えたりとかそういうのもできるんで、まあ、そこら辺の効果っていうところは純正使った方がいいかもしれないんですけど、iPhone とかあとは iPad そういったものってマックスモードとかないので、ああいうのを充電するときはこういうね窒化ガリウムを使ったこういう充電器使っていただくのは非常にお得ではないかなと思います。なおかつねバックアップもあれだけ手軽に取れるので結構これはお得かなと思いますね。いちいち PC 開いて iTunes 開いてつなぐって結構めんどくさいですしね。はい。あとパソコンの容量不足っていうところにもつながるのであまりいいことないんですよね。うん。なのでこういうのはいいかなと。はい。で、今回使ってみてですね、いいな、悪いなと思ったところで言うと、まずいいなって思ったのが、簡単に手軽に、まあ、こう、バックアップが取れるっていうのと、あと、バックアップを、取り忘れるってことが、まあ、ほぼほぼないっていうところですね。毎日皆さん多分充電されると思うので、充電したと同時にですね、まあ、こう、バックアップが取れるのは結構僕的には嬉しいかなと思いました。で、あとはですね、まあ、なんといってもこのサイズ感っていうところで、結構サイズに小さいので、先ほど言ったようにポーチに入れやすかったっていうところは結構良かったかなと思います。はい。ちょっと残念かなって思ったところで言うと、初回バックアップがちょっと時間かかったなっていうところと、あとはですね、まあやっぱり、ハイスペックモデルを、使用している人からしたら、やっぱりこうギガ数がかなり多くなりがちなので、メモリーカード代がちょっと高くなるっていうところが、ちょっと若干僕の中ではネックかなというふうに思いました。はい。こんな感じで今回の動画終了させていただきます。今回はね、メムキャッチャープロというですね、充電器をレビューさせていただきました。はい。こういったね、便利グッズ、これからもどんどんとレビューしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録高評価お忘れなく。はい、今回の商品まだ幕開けの方で支援しておりますので、ぜひ支援もしてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあの that